どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、こちらの動画では2020年度映画秘宝ベスト10をお伝えしたいと思います。トホホ10に関してはですね、同時に、トホホ10の動画を上げていますので、気になる方はそちらも合わせてチェックしていただけたら幸いです。ということで、早速ですけど、2020年度映画秘宝ベスト10をお伝えしたいと思います。ということで、第10位。はい、この映画をね、選んでくるあたり、さすがは映画秘宝、わかってるなーってね、まあ映画ファンだとね、つい思ってしまうわけですけど、この映画はね、まあ長いんですよ。めちゃくちゃ長いんですよ。で、上満でやたらとだれるんですけど、それがまたいいんだ的な映画なんですよね。それでいてね、めちゃくちゃ、こうブルータルっていうのはね、ブルータルって残酷、残虐なって意味なんですけど、本当にその通りで、いや、そこら辺のホラー映画、真っ青なね、残虐シーン満載で、で、あんまりね、物語にはね、直接関係のないエピソードなんかも満載でね、一体この物語どうなっちゃってんだみたいなね、そんな映画で、まあ、とにかく不安定な、気持ちのまま、この映画ね、見守ることになるんですけど、まあ見終わるとね、まあめちゃくちゃ長かった、なんか妙に長い映画だなとは思うんですが、いや、妙に忘れられないというかね、心に残るような映画になりましたね。いや、これはね、個人的には僕もね、おすすめしていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでね、1位から10位までね、今回はですね、まあたまたまと言いますか、全て劇場で僕は鑑賞しておりますね。トホホ10、まあ、ワースト10の方はね、2つ3つ見てない映画があったんですけど、ベスト10はね、全部見ていますので、はい、というわけでね、9位の発表です。はい、これもね、結構まあ、映画ファンの間では話題になった、評価の高い映画ですよね。フィルマークスでも、未だ4点台がついてるんじゃないでしょうかね。もう下ネタ満載の、まあ、学園なんですかね、コメディなのかな、まあ、コメディっちゃコメディですよね。ただちょっとね、そこんじょそこらの学園コメディとは毛並みが違うというかね、クオリティが違うと言っていいのかな。まあ、特にこの2人の女子高生のね、キャラクター造形がね、まあ面白いというかぶっ飛んでるというか、はい、これはね、もう見てもらわないとわかんない。これ口ではね、説明できるもんじゃないんですよ。で、なんていうか、こう見た人のね、感性にこう響いてくるようなね、まあ、刺さる人にはね、深々とブサッと刺さるような、学園ものだと思います。まあ、僕もね、この映画、おすすめマークつけていますので、ぜひチェックしてみてください。まだ見てない方ね、多いんじゃないでしょうか。ミニシアター系の映画でした。はい、というわけで第8位ですね。はい、こちらはね、韓国のコメディ映画なんですけど、これもね、まあ、プロットが面白いんですよね。なんかこの麻薬取締りの人たちがですね、捜査員たちが、犯人をね、犯人のアジトを見張るために、フライドチキン屋を始めるんですよ。フライドチキンを、で、かめ、始めて、このカムフラージュするわけね。で、フライドチキン屋をやりながら、こう、ずっと監視する、張り込みをするんだけど、そのフライドチキン屋が なんだかよくわかんないけど、大ヒットしちゃって、なんかお客さんがね、めちゃくちゃ押しかけてきてね、大繁盛しちゃうわけですよ。で、みんな、なんか、妙に、なんかこっちの取り締まりの方じゃなくて、このフライドチキンのね、店の切り盛りに忙しくなっちゃって、むしろなんかそちらに情熱を注いでしまうみたいなね、まあ、そういう映画なんですけどね、これめちゃくちゃ面白かったですよ。まあ、ただちょっとね、若干ね、ベスト10には僕も入れてないんですけど、これ面白かった。プロットはね、めちゃくちゃ面白いんだけどね、今一つね、個人的にはあんまりこう、テンポが良くなかったのかなっていうね。笑えるところは笑えるんだけど、テンポがちょっと今一つね、こう、うまく僕の波長に合ってなくて、まあ、残念ながらね、ちょっとこう、ランキングに入れることはできませんでしたね。はい、というわけでね、次は第7位になりますね。うわ、これ入れてくるか。屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカですね。これはね、実在のドイツの殺人鬼フリッツ・ホンカを描いた作品なんですけどね、これはね、かなり相当に胸クソ映画なんですよ。まあ、とにかくね、汚い。もう本当に汚いんですね。もう見ててね、眉を潜めてしまうような映像で、ね、このね、彼に殺される、まあ、女性いっぱい出てくるんですけどね、本当ね、ブサイクなおばちゃんばっかなんですよ、殺されるのが。本当、なんていうんですかね、底辺、ド底辺のジョーカーみたいな映画でしたかね。
まあ、とにかく胸クソ、もう見ていてね、不愉快でしかない。まあ、それがね、見どころでもあるんですよね。まあ、こういう映画をね、入れてくるあたりもさすがは映画秘宝ですね。いやいや、こんなん二度と見たくないわ。はい、次は第6位の発表になりますね。これがね、アカデミー賞の本命だと最初言われていたアカデミー賞、作品賞の大本命だと言われていた作品ですね。はい、こちらね、ゴールデングローブ賞作品賞に輝いた作品で、まあ、アカデミー賞を取るだろうと言われていたんですけどね、蓋を開けてみたら、そう、皆さんご存知、パラサイト、半地下の家族が受賞してしまいましたよね。で、この1917の、なんといっても特徴はですね、全編ワンカット風なんですよね。まあ実際ね、ワンカットかどうかって言ったらね、ワンカットではないんですよ。ただ、観客から見るとね、もうずっとワンカットで撮られているような、一度もカットなしでね、撮られているような、まあ、迫真性がありますね。すごくこう、リアリティがあるというか、まあ、なかなかね、これも見どころのあるっていうか、迫力のある映画でしたね。戦争映画としてはクオリティが高かったと思います。ただ、この作品がもしね、アカデミー賞を取っていたら、なんかそういう作品でもないんだよね。面白みには欠けるかな。アカデミー賞というには、ちょっと面白みに欠ける。やっぱりパラサイトの方が、インパクトがありますよね。はい、次はですね、今回はね、2本韓国映画が入っているんですが、2本、なんだかわかりますか？まあ、1本はわかると思います。1本わかりますよね。さあ、第5位はね、そのうちのもう1本の方です。これ入れてくれるのはね、すごく嬉しい。はい、もう皆さん大好き、猫まっしぐらね、マブリーこと、まあ、ドンソク主演のノワール、韓国ノワール映画なんですけどね、これはね、ただのノワール映画で終わってないんですよね。シリアルキラー、サイコパスと、不死身の、何？このヤクザの残酷おっちゃんがね、残酷おじさんとの、まあ、ガチンコ勝負みたいなね。いや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 、もうね、とにかくね、このね、マブリー演じる、このマフィアのドンなボスなんですけども、こいつも相当のサイコパスなんだけど、まあ、彼と敵対するもう一人のシリアルキラーがいるんですが、まあ、そいつも相当にやばいんですよ。だから、やばい者同士のね、能力合戦みたいなね。いや、この映画ね、めちゃくちゃ面白かったですね。さすが韓国映画ですね。でもう、こんなね、韓国映画もう一本入ってるんですけど、まあ、アカデミー賞を取った作品なんですけど、個人的にはね、このね、悪人伝がね、悪人伝の方が面白かったですね。いやー、この作品をね、ランキングさせているって、さすが、映画秘宝、わかってるなー。さあ、いよいよね、上位陣に入ってきますよ。第4位なんですけど、第4位はね、なんと、ワースト10、トホホ10にも入ってるんですよね。唯一、この作品だけですね、ベスト10とワースト10、両方に入っているという、なんだかわかりますか？はい。いや、いつも思うけどさ、こうやってワーストとベスト両方に入るって何なんですかね。まあ、好きよも、嫌よ嫌よも、好きのうちみたいな、そんな感じなのかな。なんか、キムタクみたいですよね。なんか、好きな芸能人ベスト10にも入ってくるけど、嫌いな芸能人ベスト10にも入ってくる、ねえ、キムタクみたいな映画ですけども、まあ、テネット僕はね、それワーストには絶対入んないですよ。まあ、ベストはどうかちょっとわかんないけども、まあでもね、この作品ね、めちゃくちゃ面白かったですからね、唯一今年、2020年、僕ね、2回劇場で2回見た唯一の映画なんですよね。まあただやっぱりね、2回目見ようと思うってことは、相当に面白いってことなんで、まあこれはね、まだ見てない方、おすすめですよ。ぜひね、かなりね、難解な映画なので、じっくりと見てくださいね。はい、こっからベスト3の発表となりますね。第3位は、これなんですね。アリアスター監督の胸クソ映画の決定版といったところですかね。まあ今年ね、これはかなり話題になりましたから、まあ、ご存知の方も多いんじゃないかと思いますけども。ねえ、すごい映画でしたよね。まあだけど、まあ、個人的にはね、言うほど評価してないんだ、この映画。なんかアリアスターってさ、ちょっと苦手というかね、よくわかんないんだよね。難解というかね、
いや、お前らにこの映画の意味がわかるかみたいなさ、なんかそういうところが鼻につくんだよな、この手の映画。まあ、是枝監督の作品もそうだし、ポン・ジュノもそうなんだけどさ、お前たちにはこのメタファーの意味がわかりますかみたいなさ、なんかこの上から目線的なね、こう描写、演出がね、ちょっと鼻につくんだけど、ミッドサマーもね、なんかそういったね、暗喩とかメタファーみたいなのがいっぱい詰め込まれているんで、まあ、考察好きな方はね、いいのかもしれない。まあ、テネットも考察好きの方におすすめなんだけど、このミッドサマーもね、考察が好きな人にはね、おすすめですということで、はい、ぜひ、まだ見てない方はね、鑑賞してみたらいかがでしょうか。そんなわけでね、残すところはいよいよ2作品となりましたということで、1位と2位の発表なんですけども、まあ、先に2位の発表するわけですけどね、これね、2位がこれだと1位は何なんだってなりますよ。というわけで2位はこちらです。はい、パラサイト半地下の家族ってことでね、まあ今年本当に2020年、まあ、本当に評価の高い、まあ、話題をさらってった作品ですよね。つい最近ね、テレビでも放映されて、その時も話題になっておりましたけど、で、アカデミー賞もかっさらってさ、ね、で、日本における歴代韓国映画興行収入ナンバーワン、今ダントツナンバーワンなんですよね。ちょっと前まで、この映画の前までは、私の頭の中の消しゴムがね、ずっと1位だったんですけど、その記録をね、軽々塗り替えて、まあちょっと韓国映画ではね、今のところ日本では、興行収入ナンバーワンになっておりまして、しばらくね、抜かすことは多分できないと思いますよ。まあ、個人的にはね、ミッドサマーと同じ、ミッドサマーと同じ感想。まあ、なんかこうね、上から目線的な、お前にこのメタファーの意味わかるみたいなさ、こういう描写がね、ところどころ鼻につくんだよね。で、僕はね、このパラサイト実はあんまり高い評価してなくて、なんでかっていうと、いや、ポンジュノって他に映画あるじゃん。他に優れた映画いっぱいあるじゃないですか。なんでこれなのって思ったんですよね。だから、まあ、正直ね、あんまりこのパラサイトがアカデミー賞を取った時も、なんかもうポンジノって言えばパラサイトみたいなね、感じになっちゃってるんですけど、個人的にはね、それとってもね、なんかこう、心外だなと。やっぱりこう、他にもね、優れた作品がある中で、パラサイトでね、賞をあげるっていうのは、ちょっとなんかね、違うんじゃないか。まあ、ポンジノ僕も大好きなんで、ただ、ちょっとこのね、最近のポンジュノはね、是枝監督みたいになってきてるところがね、気に食わないんですよね。まあ、特にこの、パラサイトのね、お前らにこの描写の意味がわかるか的な、まあ、ああいうのやめてほしいですね。まあ、考察好きな方たちにはね、いいのかもしれないです。そういう意味ではね、ミッドサマーとね、どことなく似てますよ。はい、というわけでね、第2位がパラサイトだったんですけど、いや、皆さんこれ、1位がパラサイトだと思った方も多いんじゃないですか？映画秘宝。ね、映画秘宝の連中だったら、なんかパラサイト1位に押しそうじゃないですか。でも1位じゃないんだよね。1位があるんですよ。なんだと思います？まさかこれが来るとはね、僕は正直思いませんでした。はい、というわけでね、映画2020年度映画秘宝ベスト10の第1位の発表です。恋するけだもの。ああ、ごめんごめんごめん。間違い間違い。フォード VS フェラーリ。ああ、似てるんでね、間違えちゃいました。すいません。ということで。はい。まさかね、このフォードフェラ、VS フェラーリが1位に来るとはね、夢にも思いませんでしたね。いや、これそんな良かったか？まあ確かになんていうのかな。池井戸潤的な話ですよね。まあこの、いわゆる自動車メーカーにおける、まあこの池井戸潤的なね、半沢直樹とかさ、下町ロケットみたいな熱血企業開発者ドラマみたいなね、そんな感じで、まあ確かにね、それなりには良かったとは思うんですけど、まあぶっちゃけね、1位とかベスト10に入ってくるようなもんかなと思いますね。なんでこれ1位にしたんだろう。よくわかんない。そんなに良かったかな、これ。そこまで良かった？みんなどう思います？もちろん悪くはなかったと思うけど、いや、これだったらね、池井戸潤の下町ロケットの方が面白いと思うんですよね。なんか、ちょっとね、主人公2人、まあ、マットデーモンの方はいいんですけど、クリスチャン・ベール演じるドライバーのキャラクターがエキセントリックすぎて、ちょっとついていけなかったかなと思いましたね。とはいえですね、この映画を選んでくるあたり、さすがはこう映画秘宝って感じはしますよね。まあ、若干ちょっと逆張りというか、奇をてらった感はありますよ。
まあ、かと思えばね、パラサイトとかミッドサマーとかテネットとか、まあ、そこら辺の映画がね、順当に入ってくるのも、きちんとしてるし、あとやっぱり個人的にはね、この悪人伝を評価してくれたのは嬉しいですよね。あとフリッツ・ホンカ、まあ胸クソですけどね。まあフリッツ・ホンカも、まあなんだかんっておすすめは絶対できないけども、映画としてのクオリティはね、めちゃく胸クソ映画としてのクオリティは、これめちゃくちゃ高いですよ。はい、あとエクストリームジョブを選んでくるあたりも分かってるなと思うし、なんつってもね、ブックスマートとブルータルジャスティスをね、外さないあたりもね、さすがはね、まあ、年間映画きちんと見てる人たちの評価だなと思いましたね。はい、まあ、だけど1位フォード VS フェラーリはね、そこまでかなーっていう感じですね。今年はさ、なんか日本映画結構優れてたと思うんですけど、今回これベスト10には日本映画が1本も入ってないですよね。今年はね、邦画が結構ね、優れてたと思うんだよね。アルプススタンドの端の方とかさ、あとドルステの果てで僕らとかね、まあ、結構こう映画通好みな優れた作品結構あったと思うんですけど、どういうわけかね、日本映画が1本も入ってこないのはちょっと寂しいかなと思いましたね。まあ、個人的に逆に言うとね、まあでも、だと、これ洋画縛りじゃないもんね。これ、東方10にはね、日本映画入ってますから、決して洋画縛りってわけじゃないんですよね。ミッドサマーか。まあ、ミッドサマー評価高かったですもんね。まあ、テネットが入るのはまあまあまあわかるわかる。まあ、1917もね、入ってくるでしょうね。まあ、パラサイトもこれは、まあ、入れないわけにはいかないでしょう。だけどね、エキストリームジョブだったら、日本映画のコメディ、日本映画の方が、優れた作品いくつかあったと思うんですけどね。エキストリームジョブのね、順位がちょっと個人的には高すぎるなーって気がしますね。はい。ブルータルジャスティスを入れてくれるあたりはね、すごく嬉しいんですけども、あ、わかってるーって思いますけど、そんなわけでね、今年ベスト10映画秘宝、皆さんどう思ったでしょうか？よろしかったらね、感想をコメント欄に書いて教えていただけるととても嬉しいですということで、トホホ、ワースト10の方もね、同時に動画上げてますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてくださいということで、はい、というわけでね、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、ごきげんよう。